ディオス、僕らはもう同じ道を歩んでいけないのか。この世界に変わらないものなど何一つない。僕はお前を本当の兄弟だと思っていたんだ。悠久の時を超えた遥か昔、この地に神を目指す者たちがいた。ニムルとエンメル、後に錬金術の始祖と称される兄弟。
我が祖国ら死に伏せ。だが踏んぬ、お前が何このオルドリン砦で、ここよし、カシャな、エンビリア王国同じく初陣で来滞在人、貴様らの血ラーストリス三傑に数えられし、我が王族あの邪剣は、審判を下す場所。何者だ。我はウロボロス、真理と世界をつなぐ運命の見届け人。ウヌラに魂のつながりを見た。ウヌラには力を持つ資格がある。力を持つ資格、待ってくれ。世が揺らぎ、未来の見えぬ今、力はウヌラに平穏を与えない。運命は荒れ狂った激流となり、あまたの人々を飲み込むであろう。力なくして人類に平穏は訪れん。だが力の意味を知らぬ者に真の力が与えられることはない。力？何なんだその力とは。ウヌラに問おう。力が欲しいか。全てはウヌラの意志に委ねられた。僕は力が欲しい。この愛しき世界を守る力が。俺は力が欲しい。この悲しき世界を変える力が。よかろう。今ここに真理の契約は結ばれた。
ウーヌラの意志が目指す未来、その先に世界はどのような審判を下すのか、答えは扉の向こう側にある。あがけ人間どもよ、そして揺るぎなき真理を導いてみせよ。